皆さんこんにちは、ゆっきーチャンネルです。本日は宇都宮にありますジンジャービレッジ村岡屋さんにやってまいりました。まずお先に食券を買ってから並ぶスタイルになります。店内入り口の券売機の上にはイワシカちゃんが乗ってました。かわいい。さあこちらがメニューになります。たくさんあるので何を選べばいいか迷ってしまいます。お子様の食器や紙エプロンもありましたので、お子様連れや女性でも安心ですね。さあ私は醤油チャーシュー麺を頼みました。このあっさりとした醤油のスープ、生姜が効いているみたいですよ。そして麺は通常の麺を今回は極太の手もみ麺に変更いたしました。ちなみに味玉はラーパス特典です。チャーシューがゴロゴロ入ってる、美味しそう。いただきます。まずはこのスープから。あっさりしているけどコクがあって、ほんのり生姜が効いていて美味しい。次はこの大きなチャーシュー、いただきます。肩ロースかな。お肉感たっぷりで美味しい。そしてこの上に乗ったほうれん草も嬉しいですね。お次は麺をいただきます。もちもちでツルツルしてて美味しい。メンマも入ってます。こちらはパパが頼んだ豚魚つけ麺 350g です。すいません、つけ汁の方の画像が撮れておりませんでした。角切りチャーシューはトッピングいたしました。麺は自家製の太麺。そしてご厚意で卵ありがとうございます。さあパパのつけ麺熱々いただきます。こちらの自家製の太麺をこの濃厚なつけ汁につけていただきます。こってり美味しい。村岡屋さんの本店で食べたつけ麺を思い出しました。やっぱり美味しいな。豚骨魚介最高です。エプロンを使わせていただくことにしました。これで気兼ねなく食べられそう。装着完了。さあいただきます。上には角切りのチャーシューも、
これがまた柔らかいんですよ。そしてこのもちもちの高水の太麺、美味しい。このピロピロとした麺がまた合うんですよね。本当にチャーシュー麺にしたからチャーシューの量が半端ない。こんなにたくさん乗ってると思いませんでした。さあお次は味玉。これはラーパスの特典でいただいた卵、中半熟で美味しい。そこにスープを流し込んで最高です。生姜の効いたスープ、このいろんな部位のチャーシューがたくさん乗っていて、メンマも極太だけど柔らかくて美味しい。極太の手もみ麺も熱々ですが、チュルチュルしているのでとっても食べやすいです。お次にこの卓上に置いてあったおろし生姜を追加してみたいと思います。すごいいっぱい。まずはスプーンで2杯ぐらい。さあ麺に絡めていただいてみましょう。熱々。生姜のパンチが効いてる。でも美味しい。辛いわけではなくって、この醤油のスープが引き立つ気がします。そしてチャーシューの上にも乗せてみます。これも美味しい。さあここで一旦木綿という名の麺をご紹介いたします。こちらはすっごい幅広の麺、本当に一旦木綿みたい。通常はラーメンのトッピングでラーメンと一緒に乗ってきます。今回は後から注文したのでこのスタイルになっております。すごいもっちもち、弾力感半端ない、おいしい。さあまたまた生姜を追加しちゃいます。これ結構入れても辛くないんですよね。今日はめちゃくちゃ暑い日、スタミナをつけなければ。炎天下の中並んだ甲斐がありました。このスープが体に染み渡る。生姜で元気になりましょう。結構食べて麺はほとんどなくなりましたが、このチャーシューがまだまだあります。チャーシュー多いよね。普通のチャーシュー麺と比べてたくさん入っている気がします。お肉好きにはたまらないですね。そしてがっつり食べたい方にもおすすめ。さあここに一旦木綿を入れてしまいましょう。通常は最初からこのように丼の中に一緒に入ってきますよ。
さあ残すところもあとこれだけ。結構この幅広のもちもち麺がお腹にずっしりときます。そしてチャーシューも今回は大盛りにしなかったけど大満足。最後まで具もしっかりといただきたいと思います。もうつかめなくなってきたのでここからは書き込みます。失礼いたします。これで全部具材は食べきりました。あとはこの生姜の効いた美味しいスープも少しいただいて、はい、スープも結構いただきました。美味しかった。ごちそうさまでした。こんにちは、ななみです。いつもゆっきーチャンネルを見てくださってありがとうございます。チャンネル登録とグッドボタン押してくれたら嬉しいです。これからもよろしくお願いします。バイバイ。SNS のフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。次回のゆっきーチャンネルもまた見てくださいね。それではまたね。バイバーイ。